キチャンネルプロスペースということで、プロスペースね、久しぶりでございますけども、プロスペース動画でございますね。皆さん動画出してなくても佐々木はね、イベント結構回ってるんですよっていうところで、ちょっとね、これ前撮ってたやつで、今回のやつじゃないんだけども、まず見てもらいたいのがタイムスリップセレクションね、10連第1弾やったのよね。ちょっと則本か金子がね、欲しいっていうところでね、この則本強そうだしね、金子千尋いつも出るけどね、持ってないからね、欲しいっていう中でねやったんだけども、まあ1巡目はね、これ野村良さんね、何人出るんだって。あとちょっとイベントも回ろうっていうところでね、このあの 30% がネットスタジアムね、あのボーナスのねパーセンテージも欲しいっていうところでね、あの回ろうっていうところでね、でこれね3回確定っていうところで、まあ、2回目もね、まあ、すんなりとね、誰も当たらないですね。最後ね3回目ね、これで則本か金子が欲しいっていうねところで、まあ、これ絶対ね当たるから、さあ誰が出たのかね。さあね、思ったの俺、お2枚引きじゃねえのと思って、いやタイムスリップ2人来てくれっていうね中で、で来るわけ2枚引き、武田翔太、これドロップカーブとナックルカーブのね、これねいいじゃないのって言ってね、これ育てようっていうね、絵も持ってるからね、でこれ2枚引きだって言って、最後が、ね、中島用事ないねっていう、でも2枚引きだからね、よかったよね。でそれで最後ね、イベントね、報酬が来てね、よしこれで則本か金子行こうっていうところでね、そしたらよ、なんとじゃあ里崎の強運でガーンときたら野村っていうね、もう野村使わないだろうと思って A を経験値に回して極みにできないっていうね、いやーでも則本と金子欲しいなっていうところで、よしこれは気合い入れてイベント回ろうということで、結果じゃん、ランキング26107位、なんと選択契約層ゲット、頑張ったでしょランキング。だから全部のエナジーいくら使ったか分かんないけども、その時持ってたのが1290何本持ってたのエナジー、だからいろいろ報酬もあるけども、実質自分の持ってたエナジーから400減って、あとまあプラスのねエナジー途中で取ってるんで、それが何個か分かんないけども、とりあえず自分のエナジーとしては400減って、でプラス報酬のエナジーを足してやって26000で、5月1日、なんと子供の学校のちょっと行事があって、12時半から3時まで、もう全くできないっていう、ドキドキよ。もうこの3万超えちゃうと 30% になるからね。だからもう限りなく2万ね、2万切るかどうかぐらい、2万切るかどうかぐらいまでやって、さすがに2時間半で1万円はなくならへんやろうと思ってやったら2万6000円になって、結局それでも6000円ぐらい上がったからやばかったけどね。初めてこの累計ね、選択契約書もらえるまでやって初めてもらったのよ。誰取るか、それね最後のお楽しみです。続いて今回のね、ガチャをするっていうところでね、それでちょっと契約書が来たからね、選択契約書出しとこうっていうところでね、プロスピーマーケットの S とね 10% 契約書ね、とりあえず誰が引けるかやっとこうっていうところでね、やったらね、10% は当たらずね、そしてもうね S 契約書ね、絶対誰が当たるかっていうところでね、じゃーんとね、高橋宏とは今後のねもっと良くなっていくのに期待だね。今のところはもう極みにしたい。そしてこれね、動画ボタン押すのを忘れて、あ押してねと思って録画ボタンを押したんだけども、このマンスリーね、10連サービスガチャね、こうやったわけ。 S 山本欲しいっていう、今の山本奪三振だもん、山本欲しいっていうところでね、1000
先発ピッチャー誰か当たってくれっていうね。ね、石川って欲しかった。石川。俺ずっと石川の持ってなくて、前の極みから。だから最新のやつだから、これも石川めっちゃ嬉しかった。本番、行きましょうか。今日はですね、子守ガチャでございます。小川はね、安定感よくね、変わらず欲しいね。今永もね、欲しいね。これ同地いけるからね。で、青柳も欲しいね。これちょっと全同地崩れちゃったけど、これ称号チャレンジしよう。ね。戸郷もいいね。戸郷もすぐ極みにできるからね。森下ね。いや、森下ね。極みできるんだけどね。柳も欲しいね。これもすぐね。もう、極み。山本一番欲しい。ね。東浜でもいいね。全同地。ね。高橋コーナー。いやー、則本。こっちの則本、あれ、取ってるからね。誰取るか分かんないけど、小島。伊藤。伊藤のやついいよね。シュイーン。いいファーストピッチ。なんか、ビクさんの見たけど。だから一番欲しいのは、伊藤。ね。柳。で、山本。が一番欲しい。小森ドラフト。何回目で来るのか。すぐ来たら一発終わっちゃうからね。さあ。レッツゴー。カモン。レッツゴーからの。あ。一発じゃないか、さすがに。さすがに一発は怖かったか。いや、これバット当たってくれたら完璧なんやけどな。いや、戻しいな。強いらしいんだよね。だから三振症になると。いや、オリックスいい流れ。サウスポー。今度、オリックスいい流れじゃん。オリックス。え、これオリックスオリックスばっかり来てる。あ、自チーム確定だからか。さあ、2回目。レッツゴーからの。いや。いやー。カモン。天井はやめてね。天井はやめてね。いや、笑ってよ。笑ってくださいよ。坂本。いやー、3回目、レッツゴー。いや、天井まで行くんじゃん。小堀なのに天井まで行っちゃダメでしょ。いやー、ないわ。これないわ。これ全部いいか。全部いいか。ほら。レッツゴー。いや。いやーよ。いや、天井行くんじゃん、これ。カモン、もうちょっと来て。しかも B ばっかり残ってるからな。こっから無演出ばっかりじゃん。ほら、いや、終わってるはずなのに。いや、飛びもせえへん。 B ばっかりやろ。ほら、いや、もう自陣 B なくなっていいやん。カモン、もう何回やったか忘れたわ。どうなん？どうなん？もうさ、山本来てくれたら全部許すよ、本当に。試合出てへんやん、もう。あと2回じゃん。これここで当たらんかったら天井確定じゃん。お、天井までいかんかったわ。フラッシュ。最後当たってくれ。山本来てくれ。山本来てくれ。当たって。
やだな、ダリア、ダリア、柳、おお、まあまあまあ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、まあまあいいでしょう。だって柳がね、山本かそれか伊藤地とかもう OK でしょ。小森としてはね、タイムスリップね、洗濯契約書誰ね取るのかやるの忘れてたね。さあ金子千尋なのか則本なのか、はたまた原さんなのか、高津さんもいいよっていうね、浅村もいい、立浪さんよ、サブローね、よりどみどり、こうなったらいろいろ欲しくなるね。誰でしょう、なんだそれ、よりですね、見せませんよ誰かはね。選んだ選手はこの選手です。頑張りました、このイベントね、この選手を取るためにね、この選手です。成本、成本、ようこそ佐々木チームですね。さああとね、ちょっとこれやろう、 S ランク契約書全放出するわ。これピッチャーやっぱ欲しい、ピッチャー大事だわ。まず S ランク確定の4枚で山本取りに行こう。まず4枚で山本、全員当たりだからね、山本が来たら大成功。さあ4枚確定、山本1回目、小島、まあまあいいでしょう、ロットワークね、カップ、則本いるいるいる、取ったばっかり、カモン、どこだもカボリ、取ったばっかり、山本来てくれ、西口、いやじゃあもう 10% ね、パーセンテージ契約書、お前1枚来てくれ、0枚はやめてよ、いや0枚あるんじゃん、よし来た、山本カモン、4枚中何枚や、今永、もうまあ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 、いい、新しい先発めっちゃ来るで、もう一回来るか、今永、新しい先発めっちゃ来るで、最後にこの10枚のゴールド契約書を言って、この中で最後山本を引いてね、グッバイ行こう、みんなさんとね、今日プロスピ動画終わりですね。さあ行きますよ、佐々木のプロスピ動画ね、台湾の人も見てくれてるらしいからね、1番 S 来てくれ、お、ね、S 来てくれ、長打で3打目逆転チャンス、最後に山本が来て、いやー S ないか、いやー S なかった、皆さんさよなら。